フィリップ・タグ、フィリップ・タグは、イングランド中部のサンプトンシャー州、アウンドル生まれのイギリスの音楽学者、著作家、教育者。国際ポピュラー音楽学会の共同創設者の一人であり、ポピュラー音楽や音楽記号論について影響力の大きい著作を複数書いている。タグは、1957年から1962年まで、ケンブリッジのレイズスクールに学んだ。 タグによれば、音楽家として、また、思考するものとして成長する上で、オルガンの教師であったケンネーラーから特に大きな影響を受けたという。ついで、1962年から1965年まで、ケンブリッジ大学で音楽を学び、その後、1965年から1966年にかけて、マンチェスター大学で教育学を学んだ。当時、タグは、 合唱曲の作曲者として一定の成功を収めていた。例えば、1963年の3位一体の手術の早かにはタグが作曲した三尾歌デュオセラフィムがデイビッド・ウィルコックス式のケンブリッジ大学キングズ・カレッジ合唱団によって演奏された。また、プレスス・アンドレス・ポンセズは1964年にエディントンの音楽祭で披露され、 BBC によって放送された。1963年、タグはオールドバラ音楽祭のボランティアとして働いた。この時期のタグは、スコティッシュカントリーダンスのアンサンブルでピアノを弾いたり、ポップロック、ソウル、R&B 系のバンド2つにも参加していた。1966年、音楽教師になるという将来に迷いを感じたタグは、スウェーデンに移り、 同年から1968年にかけて、フィリップ・スタッドで英語を教えながら、若者向けのクラブを運営し、地元の2つのバンドでキーボードを演奏した。語学教師として、再教育を受ける決意をしたタグは、1968年から1971年まで、ヨーテボリ大学に学び、ヨーテボリ室内合唱団で歌い、編曲も担当した。1969年、 スウェーデンの音楽学者、ヤン・リングと出会い、タグがクラシック音楽とポピュラー音楽の両方で経験を積んでいることを知ったリングから、スウェーデン政府がリングに依頼して、ヨーテボリ大学に開設することになっていた、音楽教師の研修のための新しいプログラム、サムスの作成を手助けするように要請された。タグは1971年から1977年にかけて、 サムスで、ついで1977年から1981年にかけて、ヨーテボリ大学の音楽学部で、キーボードの伴奏法や、音楽理論、音楽と社会といった科目を教えた。この仕事の中で直面した課題から、ダグは、様々なタイプのポピュラー音楽について、その構造や意味を特定していく、分析手法を独自の編み出していった。例えば、刑事、 コジャックの音楽について論じたコジャック論文や後に著書テンリトルタイトルチューンズの基礎となった認知テストなどである。当時のタグは1972年から1976年にかけて左翼的ロックキャバレーバンドであったレーダーカペレットでソングライターとキーボード奏者も務めていた。1981年6月、タグはジェラード・ケンパース デイビッド・ホーンと共に、ポピュラー音楽研究に関する初めての国際会議をアムステルダムで開催し、その結果、国際ポピュラー音楽学会が結成されることになった。1991年4月、タグはイギリスに帰国し、後の世界ポピュラー音楽百科事典の基礎作りをした。1993年には、リバプール大学のポピュラー音楽研究所の 常識講師に任じられ、その後、2002年まで、ポピュラー音楽分析、音楽と動画映像、ポピュラー音楽誌などを講じた。2000年、ボブクラリダとタグは、マスメディアミュージックスカラーズプレスを立ち上げ、非営利の企業体として、ニューヨークで登記した。その目的は、フェアユースの法理により、マスメディアにおける音楽について論じた学術的な、 音楽学の著作を普及させることにある。イギリスの大学における管理体制の厳格化が進んできたことに厳滅したタグは2002年に今度はモントリオール大学へ教授として移り、音楽学部の中にポピュラー音楽研究部門を編成する仕事を任され2009年までこれに取り組んだ。2010年1月年金受給者となったタグはイギリスへ帰国した。 以降は、著作の執筆と、エルテイメントビデオの制作に取り組んでいる。現在、タグは、リーズ・ベケット大学とさる、ード大学の音楽客員教授である。タグはまた、2015年1月に結成された、ネットワーク・フォーザ・インクルージアン・オブ・ミュージック・イン・ミュージック・スタディーズの根回しに関わった、一人でもある。タグの仕事で最もよく知られているのは、おそらくは、 楽曲分析の分野の業績であろう。主にポピュラー音楽の楽曲を分析対象に取り上げ、楽譜に寄付し得ない表現要素の重要性とともに、音楽はどのようにして何を誰に対して伝えるのか、その結果生じる効果は何かについての現代、社会における普通のありがちな見方の重要性を強調する。チャールズ・シーガーの概念であるミュージームを援用して、 タグは小さな単位が結合することで、拡張された現在の中に意図的でシンクレティックな構造が生み出されること、また、それが時間の流れの中で拡張的で教授的な構造を生むことを論じている。タグによれば、この組み合わされた複数の構造は、アナフォン、スタイルを示すフラグやエピソード的表彰からなる全体的な記号の類型の助けによって了解されるのだという。 タグの記号論は、基本的には、パースに由来するが、ウンベルトエ子の意味理論からも多くが引かれている。実際の分析手法は、分析対象についてのメタ音楽的情報が、パラ音楽的意味領域にもたらされたものと、マテクスト性の双方に依拠している。後者は、分析対象の中に聞き取られる音の要素が、他の楽曲の音と同定される、インターオブジェクティブコンパリソンマテリアルや、 ICM がそれ自身の PMFC に結びつくことに関わってくる。タグはこうした音楽記号論をミュージジェニックと称し言葉で語るべきものではなく言語よりも音楽で表現することがふさわしいと論じまた任意に与えられた文化の文脈の中で主観の間を超え客観の間を超える手続きの組み合わせが音楽を通した意味のメディア化についての信頼できる洞察を もたらすのだと論じている。2011年、タグは音楽理論の術語をめぐる改革の取り組みを2つの局面で始めた。タグの見解によれば、伝統的な音楽理論の術語は、ユーロッパ起源のクラシック音楽とジャズのレパートリーを基礎にしており、しばしば不正確であったり、エスノセントリズムに陥っているといい、一例としてトナリティという、 広く使われる概念が、たった一つの音の音高を意味することもあれば、同時に、それとは対立する概念であるはずの、トーナラティや、モダリティをも意味し得ることを問題として示し、伝統的な音楽理論では滅多に取り上げられない、寄付されない音楽の構造の記述法へ関心を寄せる、ことが、急務になっているという。二千十四年六月、リトアニアのカウナスで開催された会議において、ダグは、 国際記号論研究所から厚労省を送られた。ありがとうございます。